利根川の流域の村々ではお盆にいろいろなイベントを行います。先祖の魂を迎えるのもその一つです。取手の村々では自宅につながる道筋にこのような飾りを置きます。川のそばにも置きます。提灯のあるもの、ほおずきを備えたものもあります。このイベントは地区全体で行います。釜の穂が揃ってきました。お盆が終わるとすぐ稲刈りが始まります。